オーストラリアメルボルンにある南半球最大の市場、クイーンビクトリアマーケット。そう呼ばれることに十分納得できるほどに大きなこの市場は、生鮮食品からお土産品まで幅広い品が大量に売られています。月水がお休みなのですが、今回は木曜日の午後に買い物がてらやってきました。メルボルンに住み始めて2年になる僕たちは、市街地から最もアクセスがいいこの市場を毎週訪れています。近くにはトラムストップがいくつかあり、無料トラムで気軽にアクセスすることもできます。ただ僕たちは余裕で徒歩圏内のところに住んでいるので、今日みたいに僕が午前の仕事を終えた後でもこんな風に気軽に立ち寄ることができます。最寄りのスーパーに向かうのと大して変わらない距離なので、買うものやタイミングに応じて臨機応変に買い物をしています。こんにちは、Kです。今日木曜日で今午後1時なんですけど、市場が閉まるまであと2時間ぐらいしかありません。今からこのクイーンビクトリアマーケットの中に入って中を紹介していきたいと思います。エリザベスストリート側のトラムストップ目の前にある入り口を入っていくと、早速店員さんとお客さんの声が飛び交う魚売り場特有の活気に包まれます。動いてる、ブルーコット、ロブコット、マレーコット、おしゃまんべの冷凍ホタテも売ってます。その場で食べ歩きできるような料理もありますが、半身のロブスターで4000円近くしたり、1ダースのカキが2600円くらいしたりするので、我が家のお財布事情的に気軽に注文することはできません。ただ何も買わなかったとしても、この市場は珍しい食材に出会えて歩くだけでも面白いのでおすすめです。これ20ドル、2000円ぐらい。新鮮な感じはするね。そしてこちらがエビチビエビがついてる。チビじゃないか、まあまあ大きいよねこれ。ここまでお見せした魚売り場は、広大なこの市場のほんの一部でしかありません。ワクワクするほどに大きな敷地の中に、本当に様々な種類の店舗が軒を連ねています。魚売り場から直結している通路を抜けて僕たちが次に向かうのはデリコーナー。日本のスーパーではデリは主に惣菜を表す言葉ですが、ここで売られているのは惣菜にとどまりません。おお、ここ雰囲気がいいよね。明かりが上から漏れてきてる感じがさ、すごくおしゃれ。そうそうそう、パンに挟んだりクラッカーに乗せたりするペーストやディップ、ピクルスなどもたくさん売っています。こちらはブドウの葉でお米などを包んで煮込んだ中東近辺の料理ドルマ。ここでは移民大国オーストラリアならではの多国籍な料理、食材がとにかくたくさん揃っています。スパイスだね。あ、いい香りだ。量り売りになってるんだ。このおしゃれな雰囲気が大好きです。なんか気になったのはありますか？アップルケーキスパイスとか、ジンジャーブレッドスパイスとか。あ、ほんとだ。あ、そういう調合がしてあるんだね。パンプキンパイとかもあるよ。あ、いいね。あ、いい香りだ。ビールがいっぱいあるね。ミルクスタウト。へえ。なんか気になるのがいっぱいあるね。時刻は13時15分で、空腹が限界なのでお目当てのお店に向かいます。おお、あ、これね。妻が以前から気になっていたというブラードブルストショップというお店にやってきました。
あたりには食欲をそそる香ばしい香りが充満していて、平日にもかかわらず注文の列ができていました。まずパンを選んでエキストラトッピングを選ぶんだ。ブラードブルスはドイツソーセージの一種であり、僕たちが注文したマイルドは豚と牛の合いびき肉からできています。物価が高いオーストラリアにおいて 11.5 ドルでこのボリュームはコスパ最強です。座って美味しく食べるために外のベンチを探します。日陰ある？日陰がないと今日はね、ダメだね。あ、そうだね、奥のところにしようか。でかいね。いや、ここでいいよ。うわー、あ、玉ねぎ美味しい。うん、甘いよね。これで何ドルだったの？ 11.5。 めっちゃいいじゃん。チーズとオニオンとガーリックチップスプラスで 11.5。 うまい。たどり着いた。うまい。これ新定番かもしれない。あ、本当？うん。ボレック超えた。超えたかもね。ボレックはこのマーケットでも手に入る比較的安価で超美味しいトルコの料理。美味しすぎてこれまで僕の定番メニューだったのですが、今回このブラートブルストがその座を奪ってしまったかもしれません。この表示にある通り、デリコーナーには惣菜の一言では到底網羅できない種類の食材商品が使われています。日用品だけではなく、オーストラリアならではのお土産を買い集める際にも最適な場所です。おお、ここブラックもあるね。こちらも有名なチョコのお店で、他にも店舗あるんだけど、このマーケットの中にもあります。そしてこちらがマーケットレーンコーヒー。有名店であるマーケットレーンコーヒーはこの市場内にもう一箇所店舗があり、そちらには飲食スペースもあります。ここで僕は何度かロングブラックを頼んだことがありますが、少し酸味強みの深い味わいでとても美味しかったです。ではさっき入ってきたこの道に戻っていきます。小道を抜けるとさっきの魚のところに出てくるので、そのまま突っ切ってお肉コーナーの方に行きます。まあ左右で分かれてる感じなんですけど、厳密には分かれてなくてちょっと混ざってる部分というか、例えばここお魚売ってたりしますけど、横が豚肉がたくさん売ってる。牛肉もあるね。大きな塊肉も売っていますが、希望の量だけ量り売りで購入することもできます。飛騨牛行こう。やってない。あ、飛騨牛やってないのか。これだけしとく。いいよ。何もないさ。はい。で今右手に見えてるこちらはですね、いろいろお肉、普通の部位のやつも売ってるんですけど、内臓系の部分が多く売ってて、まあ、ちょっとがっつり写すとなんか怖い人もいるかもしれないんで、ちょっとこれぐらいにしときます。何もないね。何もわからないけど、ここ飛騨牛。木の看板があってね、飛騨牛の認定販売店になってるんですけど、こちらには行くことができません。日本では当たり前の薄切り肉はこっちでは珍しいのですが、ここのお店では牛、豚、羊の薄切りが手に入ります。奥に見えるのが薄切り肉です。結構珍しい。なぜ薄切り肉が珍しいのかは正直わかりません。市内のアジア系食材店でも冷凍の薄切り肉は手に入るのですが、鍋料理に入れたりするアジア系の人以外にあまり需要がないのかもしれません。これは揚げるだけなんだね。便利だ。10個で15ドルだよ。そんなに悪くない気がするね。新しくできたフードコートに入っていきます。あ、うわ、おしゃれ。あ、いいね。おー、
最近できたばかりのフードコートはとても明るくて素敵な場所でした。平日にもかかわらずこれだけ人がたくさんいるので、土日祝日の昼食の時間帯には相当混雑していることが予想できます。あまりたくさんの人を収容できるわけではなさそうなので、ここを訪れる際には混雑する時間を避けた方が賢明かと思われます。暑いね。では外に出てきたのでお野菜の方に行きましょう。青果コーナーかな。この市場に通い慣れた妻の知識経験のおかげで、我が家は安くて美味しい食材を手に入れています。ここではどんな風に野菜を買ってるんですか？何週かぐる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 回って値段とか品質とかを比較して最終的に買うお店を決めてます。バレンシアオレンジ 6.5 ドルはどう？美味しそうだよ。あーそっか、大量にあるね。そっか、じゃないとこんな風に売らないか。ジュースもあるね。早速行ってたらこの子だね。美味しそうだね。ちょっと飲みたい。安いけどちょっと品質違うでしょ。あー確かにね。ちょっと色とかね、さっきのより 1.5 ドル安いんだけど鮮やかさがないもんね。こういう種なのかな。そうだね、だからそういうのを比べて買って。そうか、俺だってここに来て何を買えばいいかわからんもん。パッと見てまあ美味しそうだなと思った時に買っちゃうと思う。比較をする。妻はこの2年間で培った物価感覚と辛抱強さがあるので、長い時は2時間近くうろうろしながらお値打ちな品を選び抜きます。加えて野菜や果物の種類にも強く、状態の良し悪しの判断にも長けているので、ここでの買い物は妻に任せっきりです。あそこの兄ちゃんの感じだ。ここで妻がこの市場でよく見るビニール袋入りの見切り品を発見します。あー1ドルだね。一袋1ドルなんだね。ただ中が見えないから、難しいんだよね。そうだね。これオクラいっぱい入ってるよ。だけどクオリティがちょっとわからなくなってる。開けるとお店によってはすごい怒られるから開けれ本当は開けてみたいんだけどね。外できないからちょっとまあ半分かけなんだけど、たまに買ってくるよね。そう、よく買うけど、この前まんまとハズレを使って。勝率どれぐらいなの？あ、8割ぐらいは勝ってんだ。ギャンブル要素強めですが、美味しく食材が安く手に入ることも多いです。下に葉っぱがいっぱい落ちてる。決して品質が全ていいわけではない。そうだね、だからねちょっとね目がいるよね。安くて結構いいなっていうふうに思うんだけど、少し経験値というかここを何度も歩いてね、それを見抜くのが必要。そうだね。あとやっぱこういうとこにちょっとなんか少し汚さとかを感じてしまうお店もあるよね。場所とかね、コンディションとかにもよるんだけど、そういう意味ではあのこの前のさフラワーマーケットと比べるとちょっと雰囲気違うよね。違う、まあ半屋外だからってのもあるけどね。いいなって思って見ると選んでたりするので、あその傷んでるのが入っててもお得っていうのはある。そうだね、その1個をね覗いて食べればいいっていうのもあるだろうしね。全部ダメだったことが時間がない時にパッと買う時にはスーパーの方が便利だけど、よりお得な品を自分の目で見て選びながら市場を歩くのが妻は好きだそうです。あー日本人の働いてる方に会いました。
私の YouTube チャンネルも見てください。ここで働かれているビクトリアさんのチャンネルリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。これいただきました。これ何ですか？これはブドウ？種なしブドウです。うわぁ、サファイアシードレスグレープ。よかったね、もらえて。これめっちゃ美味しい。かじってみたら予想外にめっちゃブドウだった。面白いね。見た目からで分かんなかった。うん。声をかけてくださったビクトリアさんと試食のブドウをくださった店主のおじさん、ありがとうございました。なんかさ、一回食べただけでさ、なんか口の中に満たされる分が多いからさ、満足度高いね。僕たちはこのエリアからやってきて、中を通ってご飯とか食べて、でベジタブルエリアを通って今こうやって戻ってきた感じです。今ここなんですけど、昔はこことかにもあったみたいです。ちょっと店舗が減って今はこれぐらいっていう感じです。今からこの続きを見ていきたいと思います。今日は木曜日だし閉業時間前なので、土日ならにぎわってる場所も少し閑散としていました。どんどん値上げされてる。やっぱ今もう2時2分だから、あと1時間ぐらいで閉まることもあって、片付けをし始めてるとことかが多いです。でも今日木曜日なので、本格的に全部を売り切ろうって感じで値下げとかをしてるわけじゃなくて、日曜日の午後3時近くだと多くの生鮮食品が叩き売りになるので、その時間一層人が増えます。これ1ドルね。ワントレーがワンダラー、これも1ドル。こんなにチリあってもな。でもこんなもらえるんだ。マンゴーとレモンとか、ちょっと痛み具合とか、ね、そうだね。これよく見て、これはこれ何、これロケット、これロケット。一皿何でも1ドルのコーナーで妻が掘り出し物を見つけます。あ、いいね。オッケー。こういう時キャッシュレス社会のオーストラリアですが、ここでは現金が役立ちます。小銭を別で私は持ってます。基本的にキャッシュだからね。購入したい品と現金を持って店員さんのところに行けば、基本的にスムーズに会計ができます。1ドルだもんね。だいたい色こっちにある。あ、これサイズが一回りとか二回りちっちゃいけど、これ本当だ。これ多分1キロぐらいは5ドルだもんね。イエローネクタリン、いい買い物をしたね。量り売りで野菜などを買う際には、店員さんに何グラム必要かを伝え、袋いるの質問に答えるだけで基本は OK です。たまに他の店で購入済みの品に対して、それもいるの？とか言われたりするので、その時はあっちの店で買ったよと伝えれば大丈夫です。最後投げ飛ばされとったよ、うん、バンってやられるの。これはもやしを買いました。ね、いいね。そう、あのアジアグロサリーとかでも買えるんだけど、マーケットだとキロ 2.5 で少量から買えるし、圧倒的に安い。它这个一块二，你帮我也调一口味要一个那。中国系のお店においては中国語でやり取りが行われています。安売りの箱の唐辛子は僕たちが買ったものと品質が目に見えて違いました。全然やってないね。悲しいぐらいやってない、ね、もう閉じたのかな。多分ここのお店とかすごい陳列系で。ああ。暑いから。あ、そうなんですか。そう。ああ。
暑いとね早めに閉めるみたいだね。今日最高気温高いもんね。38度だよ今日。そうだね、だって品質も変わっちゃうしね、管理するのも大変だし働いてる人も大変だしさ。明らかにさ今日葉物野菜の品質悪いもん。悪い、くたっとしてるの。そうだね、だから本当にこれがいつもの通りとは思ってほしくないかなっていう感じはするね。もうちょっと楽しいよ。そうだね。拾う売りのウォーターメロン、不思議な形やなこのスイカ。サイズ感変わるこれも一回買ってみたいよね。ちょっと怖いけどね。食べたい。うん、いや俺らねそんな食べれないしね。し冷蔵庫にまず入んないよ。あなたは売りアレルギーだしねはい、一口限界かな。青果売り場を出て別のエリアに向かいます。いる？あ、いなくなっちゃった。残念。ここウサギに入る唯一のとこだと思ってたのに。あ、いないね。いない。暑いから避難してんのかな。これウサギじゃなかった、モルモットだったこのお土産は割と安いよね。安い。変にシティに点在してるお土産屋さんを探して回るよりもなんかここでまとめて買うのも全然あり。そうだね、まあ、あの全然関係ない服とかもいっぱい売ってるけど、うん、なんか探せばお土産系のやつ。そうだね。ここのお土産工芸品雑貨エリアでは日本の家族友人に渡せるようなお土産が多く手に入ります。市内でもここまで土産品店が集まってるところはないので、何を買うか迷ってる場合にはここで選ぶと楽に買い物ができます。お、かわいいね。これかわいいペンギンだよ。こういうトートバッグとかいいよね。これはメルボルンだね。これいいね。あ、なんかピオがいるよ上に。これいくらだろう。あ、ほんとだ。このエリアは毎週水曜夜のナイトマーケットの会場になります。世界各国のいろんな料理が楽しめるイベントなので、ぜひ極限までお腹を空かせて足を運んでみてください。お土産エリアを散策した後は名物であるジャムドーナツを買いに行きます。あれ、嫌な予感するよ。やってる？あれやってなくない？やってないのこれ。マジか。あー、熱々だからもう閉じてる。まあ35度あるので、まあ、しょうがないかなと思います。今2時31分なんですけど、さっきまでのさっきの1ドルボックスが増えてる。あ、トマトが1個落ちとる。どうでしたか。ブロッコリー1ドルはちょっと迷うけど、あまり質が良くなかった。まあ、今日食べる分には問題ないけど、ちょっと鼻先が。楽しみにしてたジャムドーナツが食べれなかったので、急遽スパイシームール貝を食べることにします。店員さんがノリノリすぎて注文したい妻の存在に気づくまでに22秒かかりました。まだ気づいてもらえません。やっと気づいてくれたので、ムール貝の唐辛子ココナッツミルク蒸しを注文。おお、すごい。
わあ、ゴロゴロ。うまい。あ、おいしい。ちょっとスープをちゃんとつけてた。すごいね。ここで午後3時になって市場が閉まってしまったので、今回の散策はこれで終了です。混雑を避けるためにあえて平日に撮影しましたが、機会があれば人でごった返した土日の様子も今後お届けしたいと思います。いつも来てる時よりもちょっとまあ木曜日っていうこととか、閉店間際、あとは今日がすごい真夏日だっていうのがあって、全然お店がやってなくて、ちょっとベストパフォーマンスの日ではなかったんですが、まあ、普段の買い物とかお得なものを買いに来るのにはとってもおすすめなマーケットになります。そうだね。